それでは、早速ゲストの方に登場していただきましょう。はい、磯内さん。ディドーン磯村智美です。よろしくお願いします。ディドーンって挨拶別に言っても言わなくてもいいっていうの忘れてた。すいません。だってありがとうございます。ディドーンって書いてあるなと思って一応言っとこうかなと思いました。うんね、いや、違うからな。DVD! いや、乗らないから DVD! DVD! あれなんだこれ DVD! 昔、ブルラジで、DVD って言ったら、なんか、なんだ、今井あさみさんの番組を、なんか BSG だか BCG だかって言ってた、うん。あ、そうそうそう、そんな感じ。それ言ってる時になんかうぜえから、DVD で被せて、こいつら黙らせようと。なんかうぜえか。なんかうぜえ。よくわかんなかった。まこと、マイファスナーなのにこうやって後ろでこうなんかやってる。そう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 。あの絵を描いたスタッフ、ほんとすごい。ほんとすごい。言ったことを夢を叶えてくれるんだよ。うん、夢を叶えてドラえもんじゃないけど、ほんとすごい。はい、じゃあ早速フリートーク、普通お宝行こうかな。はい、行きましょう。この磯内さんね、はい、あ、そうだ、紹介しなきゃ。そうですよ。さっき話題に出たブレイブルーの誠七谷役ね。はい、誠七谷役。誠七谷役。七谷役。コンドームが何回言っても言えなかった。ほんとね、あれ編集で2回ぐらい閉じてることなんだけど、ほんとはもっとやばいんだから。ほんとはもっとやめんだから。そうそうそう。ねえ。その閉じ方も、まあ、ノエルっちゃノエルだから、うん、ありなんじゃねっていう、うん、これになるんだけども、まあ結構取り直してるんだ。キャラ的にも許されない。キャラ的にも、まあ、いくらなんでもそれはさ。あとは、バカとテストと召喚獣シリーズの霧島祥子役。はい、はい。うん、かわいい。です。はいはい。あ、お前好きなんだ、好き。クールな。ありがとう。ねえ、バカとバカとバカって、せめてテスト受けろみたいな。俺たちのことどうねんけど。バカしかいないじゃないか。って言ってね。ああ、はい、人気シリーズだからね、これね。ですね。ずっと、磯内さんって、はい、会った時から、はい、グラビアとか、キャンギャルの人だと思ってる。そんなにいい体してないですよ。いや、なんか。どうしてそう思ったんですか。いや、なんか、綺麗な人入ってきて、で、ゲームに詳しくて、絶対この人はなんか宣伝とかを担当するキャンギャルの人だと宣伝を担当キャンギャルもよくわかんないですよね。よくわかんないな。そういう会社の人なんだなってずっと勝手に思い込んで同業の人。そう。そしたら声優やったっていう、ね、うん。声優やった。あららと思って。あ、そうだったのねっていう。そうなんですよ。実は。ねえ、でもいろんなことをなんかやるイメージあるな、磯内さん。なんかね、そうですね。マルチになってきましたね、いろいろ。お前が言うか。お前が言うか。世界で一番マルチなハゲだよ、君は。マルチなハゲそう、すごいね、この田中くんの扱いを分かってるんだよ、ね、ね。マルチなハゲって。俺の中では、田中くんにとって いとこのお姉ちゃんみたいなね。あー、なんとなく、うん。他の親戚が近づいちゃダメって怒る中、いとこのお姉ちゃんだけは優しい。あー、ね、そうですね、こう。接してくれ方がものすごいフランクで。でも、当の龍樹くんは3次元興味ねえしって言ってひどいこと言うんだよ。で、なんだ、いとこのお姉ちゃんの部屋にある PC エンジンシャトルで遊ぶって。シャトルなんでシャトルなんだよって。それはうちのいとこの和幸。はい、というわけで、アジルスイラストコーナーでございます。うん、アシスタントロボでアジルスって言うんだよね。はいはいはい、これがね、いっぱい来ててですね。午後のアバティさんは、早見さんアジルスだってさ、うん、また見たいチラチラって書いてあるけど、ね、綾瀬が来てるだけじゃねえか。これは綾瀬が成功してますね。早見さんな、うん、ガンガン来ていいと思うよ。こら、ねえ、逆に俺があっちのフリースタイルに行って本当のフリーを教えてやる。こら、ウェイツ。で、その時は俺も連れてってくださいよ。ちょっと、もちろんだ。俺たちが本当のフリーダムというものを教えてやるっつって。おまわりさんこっちです。オスって言いながら入ってくる。オス、悪夢だよ。一緒に土に帰ろうって言って。東京タワーのミニチュアを持ってて股間にカンカン。もうやめて、本当に。こんな乗ってないよ。ウトカさんはね、糸犬さん家にお出かけアジルスしたアジルス。これすごいですね。糸犬さん家真っ暗だな、うん。糸犬さん電池消してるね。うん。押し入れの中とかさ、糸犬さんが、後で遊んであげるから。とか、何止められるってさ。遊ぶってどういう字？いやいや、ちゃんと、悠々人生の悠で。そうか。大丈夫だ。糸犬さん早くお仕事終わらないかなって。おー、これ完全誘ってますよね。うるさいよ。でね、これうまかったのがね、うん、このシスコさんの書いたアジルス、うん、これ一人でお出かけできるもん。あら、かわいいね。エヴァンゲリオンのシンジ君みたいな構図でね、これまた小学生みたいな頭身でね。え、カバンも小学生みたいで、ね、このなんかこう、あー、乳首つままないでみたいな猫の顔ね、うん、隣に座りたいですね。おー、お前絶対犯罪者じゃないか、そんなお前。何言ってんですか、アメちゃん。座るまでは大丈夫ですよ。ねえ、ほんと。座って嗅ぐぐらいは大丈夫。おー、大丈夫。しまった。磯内さんはどっちかっていうと、この田中寄りだってことを見直せちゃダメだと。何この通常会。イエーイ。イエーイ。乗ってみた。そしてさらに、こんな投稿も来ています。予備のメガネは5個ありますさんがね、うん、肉の中村っていうお店があって。なんとも哀愁漂う。中村さんが来なくてよかったわ。ねえ。
確か高橋ひろきさんの実家って肉屋だったと思う、ね。あ、そうですね。肉屋さんですね。まだやってたっけな。なんかもうなんか閉まったみたいなこと言ってたけども。確かなんか閉まったんじゃなかったですかね。そうそうそう、ね、実家が商店の人ってなんか面白いよな、やっぱ。うん。ね、ロマンを感じますね。ワンマンライブの時にお母様もなんか見に来てらっしゃって、うん、そのエピソードと父おもりを歌ってらっしゃって、すごいよ。ひろきさんすごい。お母様の前でみたいな。なかなかすごいな。すごかった。もうなんか動きそのものがなんかドラマチックな、高橋ひろきさんってね。へぇ韓流スターみたいな。あ、ちょっとよくわかんない例えなんですけど。いや、韓流スターな。韓流的ドラマチックってダイナミックさが。うん、ここロマン溢れる感じで。そうそうそう。なんか韓流っぽい、うん。じゃあ、おばさまたまんない感じで。そうそうそう。はい、普通だ。はい。オメガネーム、そんなディアボロさんです。はい。オメガネーム？オメガネーム。この人すごいの。磯地さんがゲストだってことをエスパーしてるね。お誠七谷のフィギュアが予約受付中ですね。そうなんですよ。とか以前から知ってたんで、思ってたんですが、格ゲーのフィギュアは北斗の拳の、シリーズや、彫像稼働、ジョジョの奇妙な冒険シリーズのように、かっこよく動かせる方がいいって。うん。うん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 、女子キャラよりも、どちらかというと、杉田さんや中村さんのフィギュアをペロペロしたいです。田中さんならこの気持ち分かってくれますよね。やっぱ出たら面白いよね。杉田さんのフィギュア。いや、やってるキャラね。やってるキャラ、女子キャラよりもね。あ、そうなんですか。本人じゃねえよ、本人のフィギュアじゃないですか。書き方的には杉田さんや中村さんのフィギュアって書いてある。いらねえよ、そんなものよ。いやいや、欲しいっすよ、こう。超絶稼働するんでしょ。じゃあ、G.I. ジョーみたいなフィギュアで、中村のこの間のお前らのためだろうの衣装ね。そういう修学旅行先に置いてあるみたいな、合体できる。あー、ひどい。仏像みたいな。ダメだろ、それなんかちょっと引くとバコンバコンって動くやつ。そうそうそう。ダメだっつってんだこのフィギュア、ケツの方になんか、ネジ穴開いてきた。はい。パーツをじゃあ、なんか別で。そう、固定できるって。ただの話じゃねえか。ほんとひどい話だな。いや、キャラクター。キャラクターか。そんな中村くん最近、でっかい岸辺露伴のフィギュアを撮ろうとして、ゲーセンで。はいはいはい。そうそうそう。いやこういうコーナー来るの久しぶりだぜって。クレーンゲーム苦手なんだよ。ああ、苦手そうっすね。で、俺が後ろにあった窓かマギカの子見てると、うん、おい、スイタ、おめえそれ取ろうとしてるだろ。あうって。いいじゃん。どっちかっていうと、こっちのって言ったら、甘神のなんかシーツみたいな。ああ、ありますね。でもまあ、先輩と奈良崎だったから、はいはい、まあ、薫じゃないし、いいやと思って。ああ、そうっすね。薫欲しいな、うん。そう、その横にある。うん、どうしたいや、奈良崎だってそう。会よりますわ。それがいいと思う。中村くんはね、ロハンちゃんのフィギュアをこう必死に撮らした。撮れました撮れなかった。あのクレーンの形の動きが最近すごいんだね。クレーンを片方だけにして押し出すような仕様になってた。ありますね。難しいですよね。まあ、あれ、店員に行って、ちょっと移動させてもらった方がいいですよ。そうかい？お前が言うのそれ。ちょっと移動させてもらった。俺前に頼んだことがあって、うん、そしたらすげえ動かしてくれて、撮れましたわ。レールガンの時計。あれかあん時か。壁掛け時計。ねえ、レールガンってやっぱアニメ終わってもすごいグッズが出続けてるからすごいなと思うよ。うん、最近もなんか首がキュッキュッって動く DJ みたいなのがあって、取れそうだったから200円ぐらいで取ったら黒子が出てきて、うん、あ、見事じゃないから。すいません、イントネーション。黒子って。黒子ね。それなんか新サムで乱入してくるし。魔王消防器売ってくるやつじゃないですよ。内臓から何から全て役立たせていただきます。グロいこと言うんだよね。そう、あの怖いやつ。黒子って言うんじゃない、黒子なんだよね。うん、クロコちゃん出てきたから、まあ、ケドウィンさん押しそうかなって、うん。たまらんって言ってたね。聖子のフィギュアの横に送って。いいっすね。見事に撮ってください、ね。そうそうそう。ではまあ、寄ってみればね、ナオミも、要するに見事だから。ああ、まあそうですね。里宮さんだからな。たまんねえな、おい。あのコンビって鉄板だね。鉄板っすよ。すごいよな。相性のいい人ってやっぱいるんだなと思って。はい。じゃあ次。ディドゥンネーム、スターク・スターブライトさん。杉田さん SP の皆さん、ゲストさん、万事固め。万事固め。6月6日発売のインフィニットストラトスのくじやりましたって。セシリアのラバーキーホルダー欲しかったんで、前日のイベントも掃除し、すごいテンション高めて仕事終わりに買いに来ました。うん、一番近い店舗すでに完売の札が貼ってあって一気にテンション落ちました。最近のくじってコミケレベルまで上がってきてますよねって。なんかくじ引いたって。最近引いてないですね。もう引くところまでいかないじゃないですか。この間やりましたね。あ、何？西尾維新のやつ。ああ、出てたんですか？西尾先生。はい。それでみんなで買って、はい、で、リアルタージ君が、B 賞当てた瞬間に走って逃げていくという。え、何それ？なんで逃げるんだよ。当てた瞬間に走って逃げるんだよ。他の人が襲ってくるんだよ。ああ、横手は。なるほど。B 賞何？ B 賞否定姫。っていう。刀語りの。刀語りだ。はいはい。なるほど。そんなんやってたんだ。言った瞬間に命を狙われる。ダッシュで逃げるタージもすげえわ。お前らの仲間うちどんだけ殺伐してんだよ。ひどい話だな。
結構、梶田くんなんかギアス当ててましたよね。ああ、入った瞬間にやった一緒に。これなんかギアス関係よく当たるっすよね。当たる当たる。よくわかんないけど。僕もモンハンの一番くじやって、あ、はいはいはい、最初あの、アイルーのマグカップが欲しかったんですけど、一、うん、回引いたらいきなりあの、フィギュア。はい、当たっちゃって、受付嬢、ね、そう、受付嬢のフィギュア当たって、はい、じゃあちょっと店変えるかって言って、またくじ引いたら、一発目で、アイルーダルマが。ああ、はいはい。もう終わったなって。そうね。なんか欲しいものと裏腹には意外に欲のない人が、スカーンって当てるんだよ。おだってお前だってカレン引いたもん。俺赤い小清水さん引いた。俺緑のゆかなさん。うん、おー、どっちかというと俺は緑のゆかなさんが欲しかったんですけど。まあお前の部屋に置いといてやろうだよ、うん、ちゃんとな。ちゃんと置いてありますよ。ゆかなさんは苦笑してたけどな。お嫁さんって何っていう。おね、本当に、うん、またたたられるぞ、本当にまた、お稲荷様のネタで。最近ね、お稲荷様は参ってないですからね。そうだね。そうそう、また再び、ま、参らない。そうだよ、セシリアだよ。ああ、そうだ、ね。ああ、そうだ、セシリア。IS だよ。セシリアはラバー着てる、全身ラバースーツのセシリア。うるさいよ、ガ、バチ、ふん、ふん。ああ、ダメだ。いや、福田だゲームって流行らせるよ。ガッて言ったら次の人がバチって言って横二人がフンフンってそれ何どうしたら勝ちるんですかどういう状況なのかよくわかんない。フンは横の人が言えなかったら、はい、そいつらが負けてる。いや千田千田三つおゲームみたいなもんだよ。なかなかみたいな。そうそうそう。ね、はい、じゃあ次行きますよ。もう一枚行きましょうか。はい。はい。ディドゥンネーム、バチカンフレーズさん。うん。杉田さん、ゲストの磯村さん、アシスタントの皆さん、はい、デコデコデコレーション。デコデコデコレーション。これ何の挨拶か。夢色パティシエール。俺が言わされた呪文だよ。言ったんすか。いや言ったよ。俺だってちゃんとあのバジルっていう精霊役やったんだから。何歳の子と一緒にやったんでしたっけ。16歳14歳過ぎた。過ぎたけど。すごい。意外おじさんがせーのって言ったらデコデコデコレーションって言うんだよ。せいのデコデコデコレーション。どう。せいの。せいの。なわけねえ。それは燃え上がりますもん。燃え上がりますもん。尿体盛りみたいなね。うるさい。磯村さん、ほんとに。クリームとかね。相手は子供。俺それやったら捕まる。捕まっちゃう。無理無理無理。ごほ、ごほ。アップフロントスタイルに謝れお前。で、先日、カラオケに行ったそうです。ほう。バチカンさん。うん、初音ミクの消失をお経のように歌い上げる中、友達はインマイドリームを原曲のキーのまま、ヨーヨーと歌いこなしていました。フィザーさんたちはカラオケに行きますかって言って、これ外せないって曲ありますかって。俺行かないからな、カラオケ。でも、杉浦さん、あの、得意なやつあったじゃないですか、逆転を。ああ、逆転を。うん、はいはい。あれ歌ってる杉浦さんかっこよくて、はいはい、こっそり iPhone に録音しておきました。盗聴じゃねえか仕事してるわ。すごいわ。みんなもうやめてくれよ。iTunes に叩き込みました。キーを3つぐらい落とした永遠の愛は刻まれるとか聞かせて。ああ、それを歌いたいな。桜井さんのセイントビストの歌。はいはいはい、はい。原曲のキー無理、高いから。高いですよね。そうね。朝倉くんってカラオケ行くの？カラオケ行かないですね。行ってもゲームしかしないですからね。ああ、基本模範しかやんねえ、そう。磯地さんは？ああ、でも一回、梶田くんと行ったことありますよね。あの、サングラスのプロデューサーさんとかいて。ああ、はい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 、はい、うん。ありましたよね、ありました、ね。はいはい、森さんね。そう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 。そういや、一回行ったな。一回行った時に、あの、梶田くんがバードケージを歌って。あ、これだ。セイントビーストの俺のキャラクターじゃねえか。そうだ、俺歌ったんだ、仕事してるわ。そうそうさ、もう5年後ぐらいに、バードケージ2017みたいなの。ああ。2017。30歳になった記念で、友よ夢の彼方にグラディオンのテーマカバーしようと思ってたんですよ。ああ、やんなかったんですね。できなかったの。できなかった。権利的な探しも。バードケージもできない。バードケージ PV 付きでちょっとやりたくてさ。ありましょう。10年後ぐらい。ありましょう。そうそうそう。あの、俺があの、軽トラック飛ばしながら夜のバイメールかける。撮ろうよ。せや、あの曲、ほんとか、俺はかっこいいと思うんですよ。撮ろうよ。うん、俺はほんとかっこいいと思うんですよ。うん。うん、まだ言うか。あのシャツ、まだ持ってんだ。うん。来ました。俺、発売頭で買ったシャツだよ、あれ。あれと、カバンを買って、あの、燃えてるシャツ。はいはいはい、あれ、ずっと大事に今も取っといてあるんだ。いや、でもあれかっこいいっすよ。大炎上してるシャツ。うん、まだ言うか。なんで今じゃ、シャツの柄よりも世間が炎上しちゃったけど。はい、たくさんのメッセージありがとうございました。引き続き皆さんから濃度の高いメッセージを待ってるよ。じゃあ、ここで元気になる一曲をバードケージ以外をお届けしたいと思います。セクシーアドベンチャーアタック、アタック、アタック、高速パワーそんなことより、お部屋をきれいにしようぜ。はい、このコーナーでは、絶望的に汚い SP 田中くんちの部屋をどうやったらきれいになるのか、それをみんなで会議していくコーナーです。今、ほんとやばいっすよ。何回掃除したこの間、ふと横を見たら、腐ってるバナナの皮が落ちてました。もうやめろよ。
こんなの捨てたかなって自分で覚えてないんですよ。もうちょっと待て、もうガスが発生して今度こそお前死ぬぞ。いややべえやべえ。メイドさんはなんつうかね、もうもっとね、もっとこうメイドよりもさらに上の段階の人たちを雇わないと。メイドガイが来るしかないよね。メイドガイが来るしかない。そうですね、アンカイのレベルが来てくれたらなんとかなる。あ、でもあの男アジュルスの掃除能力はかなりのもんだった。ああ、頑張ってくれましたね。頑張ってくれましたねじゃねえよ、感謝しない。その時田中さん何やってたんですか。俺は仕事してた。なるほど。というわけで、お掃除を勉強しましょう。今夜は、Wii で発売したお掃除戦隊クリーンキーパーを用意した、ね。アリソシさんどうしたの？いや、まさかこのタイトルが来るとはと思って。アリソシさんは下っ端1号として出演されています。はい。これ2008年に Wii 用として、発売された恋愛アドベンチャーゲームです。Wii です。Wii ですね。恋愛アドベンチャー。恋愛アドベンチャー。Wii です。Wii で。すごいよね、これね。Wii ですよ。じゃあね、主人公の源九郎になり、学園を汚す悪の組織、ゴワルスキーに唯一対抗できるお掃除戦隊、クリーンキーパーとして、お掃除精霊と契約できる女の子を探す。契約できる女の子を探すんですね。僕と契約して、そうそう。うん、お掃除精霊。クリーンキーパーになってよ。何時か食べてよ。どうしてどうしたのどうしたのかバチ。はい。お前自身の Wii コントローラー早くしまえ。振り回さないで。はい。ヌンチャクをな。はい。こちら Wii ゲームなのにセロ C です、はい、15歳以上対象。恐ろしいですね。頑張ったな。じゃあその下っ端出てくるところやろうぜ。はい、うん、進めてんだろうもう。あ、もう進めておきました。はいはいはい。これな恥ずかしいな。ちょうどその女の子と契約ギリギリのとこですか、はいはいはい、このお掃除精霊が可愛いってさっきから田中うるせえよ。そうなんですよ。たまんねえわ。めっちゃいいですね。これ妖精萌えなんですよね。そうなの、うん、フェアリー大好き。これ本当に Wii で出てるんですよね。 Wii で出てますよ。絵柄が若干、まあ言いたいことはわかりますよ。皆まで言うなと。ええ。いきなり不吉な曲が変わってきたけど。あれを見てください。妖精の子。どこだ。ゴミを散らかしている人がいます。いや、普通にダメな人だ。悪の手先っていうか。悪の手先じゃなくて、多分。散らかすなよ。そう、マナーが悪い人。学校でゲロとか吐くんですか。そうですね。吐いちゃうんですよ。飲みすぎでね。あ、ちょっと可愛い。お、出た出た。今聞こえなかった。声。やめてやめて。ニットをかぶった女の子。声がいいから。聞こえない聞こえない聞こえない。ちょ、イソチ黙れ。こっちも、こっちも。うわ、散ら、イソチさん散らかしすぎ、これ。すごいですね。ダメな、絶対ゲロ吐いてる。頑張ってるんですよ。これ何に使ったティッシュ、何に使ったティッシュなの。いろいろ。そこに浮かんでいるのは、もしや、お掃除精霊。いい。これイソチさんだね、確かに。そうなんですよね、昔。やめて、恥ずかしいわ、これ。やめて。さあ、名を名乗りなさい。いい。やめてー。ほう。やめてー。私の何かが光って、なんか別のものになってる。なんでこんな私ここに来て周知プレイみたいなことになっちゃったんですかね。下っ端1号とってか、どこだろう。これ名前、この子名前ない、ないの？本名ないの？あるんですけど、うん、それは最後の方に判明するっていうストーリーで。ビジュアルがね。なぜ下っ端1号かっていうのもわかるみたいな。主人公も。先生役の人もフィギュア先生じゃん。そうなんですよね。黄色のかけらとだいぶ被ってる。もう黒くんの声、飲み屋さんでいい。でも、ディレクターの方一緒でしたね。やめてー、もう早くやろうよ。これでも暗い。これでも暗い。おー、暗いよ、暗いよ。このニット帽にマフラーと金属バットの組み合わせがいいね。ニーソックス。ニーソックスも履いてるんだよ。しましまの。こんなに汚しがって。もうやめてー。やめてー、もう。なんならもっと汚してやるぞ。いいっすよ、これ。なんならもっと汚してやるぞ。たまんねえな、おい。セロシーだからな。マリーが苦しそうに抜き出した。お前か。お前の方か。精霊が大変だ。ここどこ、ほう。ほう。汚される。汚され、怪我されちゃう。怪我されちゃった。つうかさ、いつ掃除すんの？これからです。これからです。いよいよ、頼むぞ。いよいよ変身進化。変身しますよ。あれ掃除は、あれ掃除。変身した後です。はい。リュキュット飛行機、ちょっとなんか今考えると、ちょっと。リュキュット飛行機。これ、キュッとするか。これは世の15歳はもう反応しますよ。キュキュッツルピカ。田中、お前の仕事じゃないこれ。キュキュッとツルピカって。キュキュッと飛行機はよくしますけどね。あれあれあれ、つけてるつけてる。一瞬服はつけた。ちょっと今見えなかった？ウィーでしょこれ。ウィーなんですよ。なんで急にクワトロバジーナみたいな。突然ゼータ勢みたいな駆動になった。よし、たけし行け。任せとけ。
おう、バイキンをロックして。バイキンをロックして、A ボタンを押してください。佐久間遥って書いてある。名前出てるの？あれちょっとネタバレじゃないですか、もう。あれ最後の方じゃないですよ。あれめっちゃ、めっちゃ序盤ですよ。下っ端一号で統一しろよ。あれカットインが入った。あ、これ、この変な。そうです、それを。バイキンを？ちょ、反応してない。反応してない。あ、これは今のは向こうの攻撃なんで。向こうのターンだ、これ。あ、あ、なんか今ちょっと出た、ずっと出た、ちょっと。早く！あ、はい、来た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 。それです。え、何今。それです。ちょっと、こっからね。クリクリクリックですよ。クリック。え、下半身がアップになった。え？これ、これ、磯地さんの合い声ですよ、ね。そうです。俺のな。これでも、ちゃんと私、いろいろ聞いたんですよ。例えば、棒の時は棒っぽい青柳の方がいいですかとかいろいろ聞いたんですけど、何でもいいですみたいな。適当で。ちょっと待って、コロコロ、うちはハリセンムチ、電動マッサージ機。電動マッサージ機？ああ、下、下は下半身にまでいっぱいちょっとついてるの、これ、バイキン。今の声何磯地さんくらい。私じゃないから。下っ端1号だから。すごい歯入ってる。あ、スタッパ1号。すげえ声だな。スタッパ1号絶対領域いいっすね。これ、これ、基本プレイいくらですか？基本プレイは、ウニを買っていただければ。基本プレイ。クリーンキープ。クリーンキープ。あ、これご褒美シーン。見ておこうか。はい、フロバでバナナ。プレゼントでフロバでバナナ食ってる。仕事しろセロ。フロでバナナ食わないかな。しかもジェンダ。先っぽペロペロ。ウィーだよね、これね。もうこういう、Wii のこういう素晴らしい、お掃除の楽しさがわかる。こうなってから下っ端1号可愛いですよね、これね。え、これ下っ端1号は脱がないですか？下っ端1号脱ぎます。脱ぐの？どこで？もうちょっと先行っていただければ。見たい。おい、ワンチャンこのゲーム買うまである。買うまである、買うまである、これは。いや、お掃除戦隊クリーンキーパー。とやかでお掃除戦隊クリーンキーパー。掃除がしたくなってきますね。そして、反面、怪我したくもなってきますね。うん、はい。いや、大変貴重な。磯地さん、見事です。磯地さんの相声が。ありがとうございます。昔の話だ。ごちそうさまでした。あんなに下っ端1号が喋るとは思わなかったんだけどさ。下っ端可愛いっすね。可愛 い。まさか下っ端が単品で喧嘩吹っかけてくると思わなかった。結構、この後も、2号までしかいないんで。下っ端がね。結構悪の集団だ。エンドレス、下っ端みたいな状態なんで。いいなぁ、ほんとさぁ、下っ端一号みたいなのさ、めったくそにしてさ、欲しいなら、すがりつけみたいなこと言いたいんだね。うん、すげさん、そうっすよね。やっぱ釣り目キャラですからね。可愛いね。人気出ます。そんなことよりゲームやろうぜでした。はい、ではここで一曲行きましょう。カモン達夫さんがね、昔ロックマンズサッカーかなんかの CM に出てて、うん、ロックンロールでロックマンだと思ってたらしいの、カモンさんは。ほう。みんな何でロックマンだと思ってた？岩ですね。岩男。さくら玉吉さんの4コマ漫画を先に見ちゃってたんで、うん、ロックマ漫画みたいなのがあったんですよ。6コマにして、はい、ロックマ漫画みたいなオチだったんで、それのイメージしかないんですよ。玉吉さん。ロックンロールって描写なかったよね。全くロックンロール関係ないですね、ロックマン。ロックマン楽器持たないしね。でもね、その解釈がとても面白い。We are ロックマン。杉田智和のアニゲラ、出るー私が超いい感じです。はい、このコーナーではリスナーさんの人生に多大な影響を与えた、またはあまりにインパクトが強くて未だに記憶に残っている、そんなアニメ、漫画、ゲームのセリフを募集しています。ジョシさんは、はい、ゲーム好きだって言ってた。あ、はい。なんだろうな、子供の頃一番遊んだのってスーファミなのかな。スーファミですね。最初は FF4 だった気がするんですよ。でそっからでもファミコンも買って、うん、FF3、FF2、FF1 と戻り、遡っちゃったんですよね。辛い。FF1 辛いみたいな。ああ、いや、辛い。そうなんですよ。なんでクラスチェンジするとこんなムキムキになるのっていう、そんな感じでしたね。そっか。でもスーパーファミコンだな、はい、俺も。やっぱり、夢中になってやったのは。ファミコンはやっぱり上の兄弟が一番やってたイメージがあるんでね。いとことかね。いとこは PC エンジン派だったかな、風雪で。風雪。今だからこそね、でも、メガドライブは友達が持ってて、うん、で、俺はネオジオだったの。うん、それよく、貸したり、やったりとかいろいろやったんだけどね。やっぱ、ゲームがコミュニケーションだった。そうですよね。人の家でやりに行ってましたね。ありましたね、そういうこと。ジョスさん、周りの女の子は？周りの女の子は一人だけやってる子がいて、で、それ以外は、勉強を教えてくれてたお姉さんがいるんですけど、はい、そのお姉さんの彼氏がすごいいっぱいゲーム持ってたんですよ。はい、で、そこに行ってですね。うん、で、そこで、
PC エンジン両 R ですね。両 R、はい、と出会って両 R ごと借りて天外町をやったりとか。素晴らしい。勉強教えてもらってもらったお姉さんの彼氏。うん、ちょっといやらしい関係だとか思った。まあね、うん。うん。ちょっとエロゲかなって思った。エロゲじゃねえよ。何でもエロゲにつなげるお前の悪い癖だよ。ああ。じゃあ行くよ。はい。ディドゥンネーム、ステップイーノさん。私が印象に残っているセリフは、アニメ、とっとこハム太郎の、うん、ハム太郎がロコちゃんの、あ、これはヒロインの女の子ね。うん。部屋の空気を嗅いで一言。くんかくんか、へけ、いい匂いなのだ。です。ハム太郎さんはマジ猛者ですね。尊敬します。だってさ。さすがの。果てし方がダメ。ほら、うるさいよ。すぐ増えちゃう。カイジャ君これさ、別のところで同じセリフ言ったことない。増えちゃう。カッペイさんか誰かかな、すごいしみじみ言ってたね。うん、まあね、へけとか言ってますけども、今すぐリボンちゃんに襲いかかるかもしれない。奴らは、そういう生き物なんです。げっし類はね。確か、カッペイさんかなんかがしみじみ語ってるのがすげえ面白くて。うん。すっごい面白かったんだよな。このヘケっていうの微妙に腹立つんですよ、俺いつも。うるさいよ。ヘケってハム太郎ですかね。僕はまあ、お坊ちゃま、お坊ちゃまくんだよな、ね。そういうイメージが私も。うん、お坊ちゃまくんがどうしても脳裏に。よ、だからちょっとなんかギャグっぽいイメージを持っちゃうのかな。ヘケっていう言葉は本当に。はい。じゃあ次行きましょうか。はい。ディドゥンネーム、7番レフト、シロマティさん。うん。杉田さん、田中さん、朝倉さん、ゲストの磯内さん、おばんです。おばんです。これは私が印象に残っている言葉は、孫悟飯のキャラソン、ピッコロさん大好きの、ピッコロさん大好きです。あったあった。子供ながらなんか恥ずかしくなった気がそんなキャラソンあった。ピッコロさん大大、ピッコロさん大大、ピッコロさん大大大大大好きで終わる。キモ。怖すごい。ご飯で。そうなんだ。そうなんですよ。ピッコロさん、それ言われてどうなるんだろう。これ完全にもう、あれですよね。何ん、もう完全にあれっすよね、これ。だから完全にもう悟空の立場ないよ。父親として多分認めてないと思うよ、ご飯って。いや、まあ、一番大事な時期をね、まあ、ピッコロと過ごしちゃったから。野宿とかして。そう。そこピッコロさんが一緒だったんでしょ。もしピッコロは悟空に対してマジギレしてる。お前それでも親父かっつって。孫貴様って言ってね。大魔王の威厳はどこへやるすごいなぁ。でもピッコロさんね、ピッコロさん優しいんだよね。うん、だってかばったりとかするからさ。そうなんですよ、最終的には。うん。そりゃね、大好きになっちゃうよね。しょうがないね。はい。僕、男の子だよ。うるさいよ。知ってるよ。はい、もう一枚行きましょう。ディドゥンネーム、珍しいこたつさん。杉田さん、SP 田中さん、佐藤さん、朝倉さん、ゲストの磯志さん、いつもラジオ楽しく、イエーイ。イエーイ。私が印象に残ったセリフは、春から放送されているアニメ、ジュエルペットサンシャイン。うん、すごいらしいな、これ。これすごいんですよ、ほんと。うん。第7話でヒロインである、水城カノンがとある罰則により、収監され収監され食事の配給として、天かすだけ、振りかけられたご飯を与えられた様に、ジュエルペットのラブラが言い放った一言。うん、カスにはカスがお似合いラブです。朝アニメなのに。ですか、これ。カス沢城みゆきさんの声で、カスにはカスがお似合いなんてセリフが聞けるなんて毎週楽しみで仕方ありません。絶対開き直ってる。ご褒美アニメじゃないですか。すごいなぁ。すごいね。俺、これ、カブトボーグと同じ匂いがするんですよ、これ。ああ、カオスってことだ。あ、でもサンリオとかですよね。ジュエルペットは、ちゃんとしたマスコットキャラクターですよ。うん、そうだよね。ですよね。確か2期目、ティンクルの時に、うん、急になんか萌えキャラがすっげえ追加されて。あかりちゃんね。そう。うん、で、めっちゃなんか我々寄りの内容になってご飯一瞬うつ展開になった。何もっと何これって言ってたら3でなんか学校の中に普通に動物がいたりとかやばい展開になってる。お前見せてよね、クッキー役。クッキー役。ヒロインにうんこ食わせるアニメ。ちょっと待って、違うんだって。まあ俺もあのクッキーの画像見たけどすごかったわ。あれクッキーじゃねえよ、あれだって本当に。ねえ。いや、すごいわ、本当に。ねえ。もうごまかしようがないよね。ごまかしようがない。このアニメは本当にね、何考えてるかわからない。いや、行きたいわ、あのアニメ。ちょっと。行きたいの。うん、俺多分行ける枠ないと思うけど。確か、ケンちゃんとか、ケンくん出てたよね。出てたかな、私。そう、ケンくん早く行かないかな、ちょっとその話聞かせてくれるか。頼むわ。というわけで皆さん、引き続き、人生に影響を与えたセリフ、記憶に残ってるセリフ、待ってるよ。スリラトンカツのアニゲラディルーン。ワンチャンスありますよね。はい、ここでは日常の中で絶望的な状況に陥った時、活路を見出せるかどうか、やけくそになってしまったあの朝倉君に聞いてもらうコーナー。すごい、どうでもよくなったなんかすごいイラッとくる今。もういいわって。もういいわって。そんな諦めるなよ。
いやーもういいわもういいわはい、じゃあいきますよ、メール。はい、リルネーム七し坊主さん。はい、お疲れ様です、皆さん。お疲れ様です。先日のことですが、杉田さんと中村ゆいさんが夢に出てきました。ただ夢に出てくるだけならいいんですが、うん、なぜかお二人が一振りの刀に変身してしまい、鞘が杉田さん、刀の部分が中村さんになるという簡単な流れになります。素晴らしい、抜き差し的な意味で。フロイド的に言うと、うん、何これは、うん、まあ刀とさ、まさに抜き差しならないなんかという、うん、抜き差し誰がうまいこと言うの、てめえらいい加減しろよ。いやでもウテナみたいですって言うんですよ、うん、ね、俺がだから西園寺からそうですよ、ね、トーガがバカギンみたいなもんでしょ、うん、これはバカ31歳の男がこんな夢見たんですけど、アンチャンスありますよね。いっけえな、大丈夫大丈夫、相当止まってんぞ。追伸、戦国大戦で信勝キュンの声を演じている三沢幸香さんのイベントで、うん、SP田中さんの話をしてきました。つながりあるんですか。多分、うん、三沢さんはほら夢色パティシエール出てるから、うんうんうん、ノブ、ああ、はいはいはい、交流あるのよ多分、うん、それでレディオ4ゲイで一緒だからその話とか、まあがない、俺は会ったことないんですけどね。ないよね、うん、でもこの間信勝キュン見て可愛いって言ってたじゃん。信勝キュンはだってあれ女の子でしょ。いや、俺はもうどっちでもいいかな、なんて。うん、だってあのイラストであの声でしょ。うん。完全に俺はもう。まあ、勝家じゃないけど、かかれかかれそう、かかっちゃうね。はい、ディドンネーム駅長さんです。はい。皆さん、ロリコンばんは。ロリコンばんは。ロリコンばんは。僕の母は、あのスーパー軽音対戦の中で、軽音のうちはあったからもろてきたで、と言って、全種類かける3のセットを貸し取ってきました。すごいな、うん、お母ちゃん。また、麦ちゃんのコスプレしたいねん、と言っていたので、僕が、お母ちゃんがやったら、無理ちゃんになるやん、と言うと、プンスが怒ってました。こんな母48歳にワンチャンスありますか。すっごい関西のノリですね。家族の会話。俺関西弁よくわかんない。お母さんさんのビジュアルが見たいですね。無理ちゃん。なんか無理ちゃんとか言われるともうなんか松本人さんとかの罰ゲームに出てくる関西のおばちゃんのいわゆるおばちゃんでしょ。おばちゃん出てこなくて。ねえ、麦ちゃんのコスプレって難しいと思うんだけどな。ああ、うん。あ、それこれで思い出したけど、麺固め。というわけで、明日が見えなかった方、光明が見えた方、また明日から頑張って生きてくださいね。うん、以上、ワンチャンスありますよね。でした。じゃあここで一曲いこうかな。ルパン三世、今一番 DVD もう一回見たいなよこれね、風魔一族の陰謀からね、このセラビーと言わないで。届いた無茶ぶりに僕たちが感性の殻を破って答えていきます。はい、広瀬さん、そういう
キャラもやるこれは。なんて言ったらいいのか分かんなかった。どうしたらいいかな。可愛くボケるっすけどね。いいでいいで。え、何言ってんだお前。いいでいいで。カジタ君の顔がやばいよ。俺としては可能性を感じるんだよ。だって3次元に反応するカジタ君ってすごいぜ。どうした。ここで。うん。キャバと風俗と AV どれがいい？こらAV がいいな。こらこらオーディオビジュアル。一個ちょっと見たい AV があって。大丈夫？あの、マジックだはい、じゃあリスナーから届いた無茶ぶりいくよ。はい。はい、こちら。ディルンネーム高速ナブラさんです。お題。トイレに入ったら、トイレの神様が掃除しろと怒ってた時、なんて言う？よくね、節電でセガのトイレッツっていうのが撤去されてすっごい楽しかった。あのおしっこの量で、そうおしっこの量が測れるよ。やりたかったなあれ。トイレット。あれ3つぐらい並んで全部通り過ぎたセンサーで測る。おおしっこおしっこおしっこ測れるよ。ちょっとラップみたいな。うん。それは改善の余地ありですね。はい。じゃあ田中いけ。俺がなんで俺真っ先なんですか。いきますよ。トイレに入ったらトイレの神様が掃除しろと怒っていた時なんて言う。とりあえず一発抜いてからな。違う方向に汚してどうすんだよ。じゃあ、トイレの神様って、うん、右手で確か正面、左手でクソを受け止めるんですよ。あ、そうなんだ。それ以外のもんが落ちると口で受け止めなきゃいけない。ああ。でもジジイだね。トイレの神様。お、そこは、ほら、うちの担当は。田中、くたばれ。はい、じゃあ朝倉くん。行くよ。トイレに入ったらトイレの神様が掃除をしろと怒っていたとき、なんて言う？掃除は、さっき、したって言ったじゃない。落ちない。何それ。ああ、汚れが落ちない。落ちないよ、みたいな。ものすごい脱力で攻めてくるな。すごいな。朝倉くんキャラが立ってきてんだけど。じゃあ俺やろうか。あ、俺行きますよ。あ、じゃあたけし。はい。トイレに入ったらトイレの神様が掃除をしろと怒っていた時なんて言う？うわ、下に穴が開いた。ああ、ペロペロ。何フォルダネフ？あと今がフォルダネフ。あれだババアのスタンド。そうそう。何色に綺麗に。モノマネ全然似てなかったから。そうかそうか、あのシーンだ。じゃあ俺やるよ。私最後なんですか。トイレに入ったらトイレの神様が掃除をしろと怒っていた時なんて言う？早く豚に食わせろ。パクりましたね。パクりましたね。そう。下にいる豚がこの棒でついてください。徐々に。ケツバーンみたいな。なんでパクったんすか。はい、じゃあ磯内さん。やだ。トイレに入ったらトイレの神様が掃除をしろと怒っていた時、なんて言う？字が治ったら出直すよ。ちかじと聞いて。じと、ガタ同じぐらいのウォシュレット神っていうのがね、多分、君の話が出るよ。ウォシュレット神来てほしいな。ええ、神降臨み大丈夫だった朝倉くん。じだ。いや、もう、だいぶ治りましたよ。イボジだったんですよ。イボジでした。病院に担ぎ込まれたんでしょうけど。手術で切除したって。大変そう。さっきまで手術してましたって電話がかかってきて、悲しかったの。で、ちなみに送ってきた人の例題は、はい、そんなに怒るならお前が掃除しろよって。まあ、かわいいかわいい。まともだね。トイレの神様のビジュアルによるね。うん、じゃあもう一問いきましょう。はい、ディルンネーム、ハサニーさん。お題。目の前に自分そっくりの人物が立っていた。どうする？ドッペル的な何かな。あ、うん、俺から行くよ、じゃあ。はい。はい。目の前に自分そっくりの人物が立っていた。どうする？ラーの鏡、ラーの鏡。はい。真実が見えてしまう。ラーの鏡で、ね、うん。正体は何なんですかね。正体？ボストロールだよ。ボストロールかい。はい、たけし。え？目の前に自分そっくりの人物が立っていた。どうする？とりあえず今からサラウンド放送しようぜ。お前がハマってるユーストリームでジャンリュー。ユーストリームで麻雀配信するでしょ。ジャンリューも悪くない。ねえ。お前、あの、一緒に収録するときよくセフレっていう単語が出てくる。誰かさんが電話してくるからですよ。俺じゃねえよ。そうす。ジャンリューも。あれ、対面で戦ってたの俺だからな。え？ま、お嘘だよ。はい、じゃあ、浅倉くん。目の前に自分そっくりの人物が立っていた。どうする？就活大変だよな。あ、分かち合っちゃった。分かち合っちゃった。向こうの方が就職してるっていう可能性はないの。ひどいな。じゃあ磯内さん。はい。
目の前に自分そっくりの人物が立っていた。どうする？私オレンジの方着るから赤い 2P の方やってくれる？なるほどなるほど、こういう楽しみ方。これね、例題にあったの。なんでお前俺と同じカラーなんだよ。 2P カラーっぽくしてる。おー正解だ。似合う。すごいすごい。真実にたどり着いたね。はい、じゃあ田中くん来るんだ。来ないと思ったら来るんだ。目の前に自分そっくりの人物が立っていた。どうする？じゃあ今日からお前が SP 田中で俺がマフィア梶田。うまい。2倍仕事できるじゃん。そう、すごい、うん、働く量が半分になるから超楽っすね。でも2人ともだらけちゃうから、どっちが部屋の掃除をするかで骨肉の争いになる、まあ、多分俺の性格からして、もしまんまコピってるなら2人とも仕事しない。いやていうか2人であれですよ、汚れも倍ですよ、うん、あ、汚れ倍、抱き枕の量も倍、倍、全てが倍、全てが倍。何時固めということで、今夜はここまで。引き続きリスナーさんから無茶ぶりのシチュエーション募集しています。必ず模範回答を書いてね。というわけで、ここで一曲、磯津さんからのリクエストです。はい、ニーヤ・ゲシュタルト&レプリカントのイニシエの歌、運命。トムカズのアニゲラ出る。杉田智和のアニゲラディルーンエンディングの時間になりました。この番組では皆さんからのメッセージ待ってるよ。はい、一個ずつみんなで担当しておこうか。アニメ漫画ゲームのキャラとの妄想劇を募集中、もしも転生イフ。現在募集中のテーマは打算的な付き合いをしたいキャラ、一つ宿よろでございます。はい、次田中。はい、テーマに沿ったおすすめ作品はアニゲラソルブレイズス対、募集テーマはアニゲラ漫画大賞です。はい、次たけし。はい、はい、あなたの人生に影響を与えたセリフは私が町長です。はい、次朝倉くん。これで活路が見出せませんか。そんな最後の悪ガキはワンチャンスありますよね。はい、次磯さん。はい、無茶ぶりを募集中。ホームメイドラ族リスナーさんの考えた無茶ぶりシチュエーションを模範回答とともに送ってください。はい、さらに上田巨神兵に、ジングルで言ってほしいセリフ、言ってほしい国とかね、今日はどうもだで、うん、まあ、行ける国ちょっと限られてるので、ね、そちらも募集中です。
メッセージの宛先、ハガキの場合は郵便番号 105-8000 に文化放送杉田智和のアニゲラビルーン各コーナーまで。メールの場合はすべて小文字、ゲラアットマーク JOQR.net、 ゲラアットマーク JOQR.net、 ゲラの綴りは GERA です。ということで今夜は、磯村智美さんに集まっていただきましたが、鈴木さんでした。なんかもっとゲーム遊べるって聞いてたんで、あ、ネオジオとかってすごいワクワクしながら来たんですけど、だから自分の声をたくさん聞かされるために。残念ながらゲーム番組ではないですよね。超恥ずかしかったですね。本気で恥ずかしがってたからびっくりだったもん。やめてよ、やっぱ恥じないってのはいいっす、ね。お前ちょっと別のこと考えてすげえいい顔してる。いやもうなんかね、もうちょっとゲームの話をしようよ、うん、同じぐらい の、 そのやろうとしたタイトルが2択で、クリーンキーパーかスーファミ版リュウコの剣にしようと思って。なんでその2択。いや、各キャラが調子を使える。うん、しかもスーファミ版だって、うん、すげえ荒くて面白いんだよ。まあ、それでこの次やりましょう、来た時。じゃあやろうやろう、あ、じゃあ呼んでください、ぜひ。もちろんです、はい、はい。そんな磯津さんからお知らせがあります。そうですね、そろそろバカとテストと召喚獣2が放送するはず、うん、お、 2、 お、2ですね。楽しみだな、うん、はい、いろいろ撮っております今。はいはい、某アニメと撮ってるスタジオが一緒で、はい、ポスターが貼ってあるのね。映像から出てくる、いつもそのポスターが目の前にピューって目に入るんだけど、なかなかすごいね。加藤恵美里さんの役、あれ女の子じゃないの？男の子なんですけど、うん、一応姉がいるんですよ、2人の。2つ恵美里ちゃんが頑張って、ね、演じていて、大変そうです、はい。弟の方が可愛いんですよ。どうしたらいいんですよね。おー、なんだこれ。お姉ちゃん俺な。いやいや、お前もなんか間でごっつぁんゴールね。どっちだろうなって。ゲスだな。というわけで磯内さん、他にありがとうございました。ということで、アニゲラディルーン次回の放送、6月30日です。この時間のお相手は、杉田智和と、SP 田中と、SP 佐藤と、朝倉と、そしてゲスト、磯村智美でした。朝倉マン。こんにちは。ふぅ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 。出口。ふぅ。Let me go.